1185年、源頼朝は朝廷より全国の守護、地頭の任命権を得て、鎌倉に武家政権を樹立しました。鎌倉幕府というやつね。昔はいい国作ろう鎌倉幕府で、1192年に鎌倉幕府ができたと覚えさせられたけど、今は違うのね。ええ、日本史の教科書としてよく使われている山川出版社の小説日本史 B でも、鎌倉幕府は1192年にできたとは書かれていませんね。成立した年についての議論は現在も続いておりますが、鎌倉時代はその後明治維新まで700年以上にわたって続く武家政権の礎になりました。しかし、鎌倉幕府にも終わりの時がやってきます。きっかけは元寇でした。この戦いでは当時世界最強の呼び名高かった元軍相手に日本の武士たちが大暴れし、見事撃退に成功したのは元寇の動画でご紹介の通りです。それで元寇がなぜ鎌倉幕府滅亡のきっかけになったのかしら？問題は戦後処理に起こります。鎌倉幕府は御恩と奉公という制度を基本としており、幕府は自分たちのために戦ってくれた御家人に対し、褒章として土地を与えなければいけませんでした。しかし、よく考えてみてください。元寇は防衛戦です。勝ったと言っても鎌倉幕府が得た土地はなかったのね。はい。元寇で必死に戦った御家人たちに褒章はなく、それに加えて彼らはさらなる元の侵攻に備え、九州沿岸の警備を担当しなければならなくなり、鎌倉幕府に対する不満が募っていきます。命がけで戦ったのにただ働きになってしまったら、鎌倉幕府ふざけんなってなるわよね。そんなタイミングで倒幕に立ち上がったのが後醍醐天皇でした。この後醍醐天皇の動きに、幕府の御家人だった足利尊氏や新田義貞が呼応し、倒幕の流れが加速。最終的に1333年、新田義貞が鎌倉を攻略し、鎌倉幕府は滅亡することに。倒幕に成功した後醍醐天皇は、天皇を中心とする政治体制を目指し、建武の新政を始めました。そんな建武の新政を支えた人物に、北畠親房なる者がいました。この北畠家はもともと村上天皇を祖父に持つ村上源氏の一家で、学問を持って朝廷に仕えていました。北畠家はいわゆるインテリ一家ってところね。親房もその博識が知られており、彼は後醍醐天皇が即位した時、吉田貞房、までの工事信房と並んで後の参謀と呼ばれ、後醍醐天皇に重用されていました。また、親房は後醍醐天皇より第二皇子の世良親王の教育係に任命されています。そんな後醍醐天皇の信任厚い親房ですが、1330年に世良親王が流行り病で若くして亡くなったことをきっかけに、出家して政界を引退、後のことをある人物に任せます。ある人物？その人物こそ、親房の長男で今回の動画の主人公である北畠顕家。天皇からの信頼厚い北畠家に生まれた顕家は異例のスピードで出世します。まず3歳で従五位の下に叙任されると、14歳の時には従三位三儀に叙任。中学生の年齢でこれってすごいの？はい。三儀とは大臣や大納言、中納言と共に天皇の諮問や国政事項を審議する役割で、14歳での三儀は他に先例のない異例の昇進でした。14歳で国の政治を審議する役割になるとは、顕家はかなり才能豊かな少年だったのかもね。そんな顕家は1333年、建武の新政において陸奥国に任ぜられ、まだ幼い範吉親王を奉じて、奥州にある多賀城の国府へ向かうことに。なおこの時、父親房も同行を命じられ、政界に復帰することになりました。ところでなぜ北畠親子は奥州に派遣されたのかしら？特に顕家に関しては国政を担う三家よね。そんな人物が遠い東北の地に行くのは異例じゃないの？当時の欧州では、鎌倉で滅んだ北条氏の残党や建武の新政に理解を示さない武士が多数おり、その鎮定を北畠親子に任せたというのが名目でした。名目でしたということは何か裏がありそうね。はい。この人事には当時の朝廷における勢力争いが関わっていました。当時の朝廷内では、後醍醐天皇の王子の一人で倒幕に勲があった森吉親王の一派と、後醍醐天皇の側室で、自分の高校継承に据えたいと思っていた三味の局の一派との間で、争いが起こっていました。この構想の詳細はここでは割愛しますが、結論を言うと、三味の局派は勝利し、森吉親王一派は失脚。北畠親子もこの構想に関わっていたということかしら？ええ。実は森吉親王の母は親房から見たら叔母にあたる人物で、親王の正室も親房の娘でした。真相ははっきりとしていませんが、そんな森吉親王に近しい北畠親子を、親王から引き離そうという狙いがあったのかもしれません。いずれにせよ、ずっと都暮らしに慣れた貴族にとって、欧州の暮らしは大変でしょうね。そうですね。しかも欧州の武士たちは荒くれ者が多く、彼らの統制は相当骨の折れるものだったことも想像できるでしょう。
そんな荒くれ者を、都育ちのボンボンと言って秋家が制御できるのかしら？当時もそう思った人がいたことでしょう。しかしその心配は杞憂に終わります。秋家は奥州の武士たちを見事に服従させ、さらに自ら兵を率いて混乱の鎮圧に乗り出します。そして津軽地方にいた北条氏の残党を総統。この功績が認められ、秋家は1334年に朝廷から従二位に叙任され、翌年には鎮守府将軍の役職に任じられました。この時秋家は18歳でした。秋家さん武芸にも秀でているなんて、パーフェクトヒューマンか何かですか？ただ、この人事に秋家自身が満足していたかというと、そういうわけではなかったようです。というのもこの鎮守府将軍という役職は従位、従四位程度の位階の者が任ぜられる職。このあたり、良くも悪くも洗礼を重視しない兼務の神聖の一面が現れていますが、秋家はこの人事に不満があったようでした。欧州への派遣の件といい、秋家は朝廷が自分のことを低く見ていると思ったのかもね。実際彼は後に13位以上の者が鎮守府将軍になる場合は、鎮守府大将軍と名乗ることができるように奏上し、認められました。何はともあれ、無事に欧州を平定した秋家ですが、ここから新たな戦いが始まります。北畠秋家が鎮守府将軍に任じられる4ヶ月前の1335年7月、東国で鎌倉幕府14代執権北条高時の意地である北条時行が、鎌倉幕府再興のため挙兵します。中仙台の乱と呼ばれる戦いです。この戦いは足利尊氏によって鎮圧されますが、この後尊氏は後醍醐天皇からの帰京命令に背いて、自身に協力した武士たちに勝手に恩賞を与え始めます。確か兼務の申請はいろいろとごたごたしてて、武士たちの信頼を失い、逆に源氏の血を引く尊氏に人望が集まっていたのよね。一方この尊氏の行動は後醍醐天皇からしたら、明らかな自身への離反行為です。そこで彼は新田義貞に尊氏討伐を命じます。しかし、義貞は箱根竹の下の戦いで尊氏に敗れ、そのまま京都に攻め込まれます。これに対して、北畠親房秋家親子は大軍を率い、欧州から東海道を攻め上って背後から尊氏の軍を攻撃、尊氏を九州へと退かせることに成功します。秋家の軍勢はこの時、1日に平均 40km 弱も移動して、足利勢を蹴散らしながら 600km に及ぶ長距離を、わずか半月でかけたと言われています。豊臣秀吉の中国大返しもびっくりな強行軍ね。秀吉の中国大返しは日本史上最も有名な進軍劇の一つですが、この時の秀吉の進撃は約10日で約 200km、つまり1日平均約 20km というスピードでした。秋家はその倍のスピードで移動したってことか。どんな魔法を使ってそんなスピードで行軍できたのかしら？考えられる主な理由は2つ。1つ目は欧州が馬の産地であり、騎馬による行軍だったこと。欧州の地は平安時代から名馬の産地であり、それらが軍を形成していたものと考えられます。そしてもう1点が、食料などを現地調達していたこと。腹が減っては戦はできぬの言葉の通り、軍隊を維持するためには食料が必要です。もし軍の進軍の際に食料などを運搬する部隊があると、行軍が遅くなります。荷物が多くなるものね。戦争の天才として知られるフランス最大の英雄ナポレオンが、進軍スピードの低下を嫌い、食料調達に対する基本方針を現地調達にしていたことからも、食料を運ぶか現地で入手するかの違いは非常に大きいことがわかるでしょう。太平記によると、秋家の軍によってかなり激しい略奪が行われたとの記載があります。視聴者さんの中にはなんて野蛮なと批判的に思われる方もいるかと思いますが、この当時は軍が食料調達のために略奪を行うのは普通のことであり、秋家の軍ばかりを攻めることはできません。いずれにせよ、見事尊氏を京都から追い出した秋家は欧州へ帰還します。だけど湊川の戦いの動画の通り、尊氏は再び京都に入るのよね？ええ。湊川の戦いで新田義貞と楠木正成を撃破した尊氏は、勢いそのまま京都に攻め込みます。追い込まれた後醍醐天皇は、比叡山へ逃げ込み抵抗を試みたものの、京都の火山院へ幽閉され、光明天皇が即位します。それでも諦めないのが後醍醐天皇よね？はい。再起を期していた後醍醐天皇は再び挙兵をするため、部下を各地に分散させます。秋家の父近房は、息子の秋信と共に宗義親王を奉じて伊勢へと向かい、新田義貞は久志良親王と高義親王を奉じて北陸へ向かいました。そして後醍醐天皇本人も京都を脱出。光明天皇に渡した三種の神器は偽物であると主張し、吉野で即位を宣言。こうして京都の北朝と吉野の南朝が対立する南北朝時代が始まりました。1337年、後醍醐天皇から京都奪還の臨時が届きます。この頃欧州の情勢は不安定で、
秋家も元々の本拠地であった多賀城を捨てて鷹山城に本拠地を移したばかりで、すぐに京都に向かうことはできませんでした。しかし、秋家はなんとか奥州の情勢を取りまとめ、鷹山城を立ち、上洛のため再び南下。太平記によると、この時の軍勢は奥州54軍から招集され、その兵数は10万余騎であったと言います。とんでもない大軍勢ね。秋家軍は白川の関を越えて下野に入ると、足利方の小山城を陥落。さらに秋家は足利方の大軍を利根川、阿保原の戦いでそれぞれ破り、ついには北条方だった宇都宮金綱まで秋家軍に加わります。まさに進撃の秋家。勢いに乗る秋家の軍勢は、そのまま鎌倉を攻略。鎌倉を陥落させた秋家軍には、新田義貞の息子新田義興、さらには中仙台の乱で足利尊氏に敗れ、逃亡していた北条時行が合流するなど、その軍勢はさらに大きくなっていました。太平記によると、関東一円から秋家の元に軍事が馳せ参じ、その数は50万にも上ったと書かれています。鷹山城を出発した時点でも大軍だったのに、さらに5倍の規模になるとは。まあ、この数字は誇張であると考えられますが、いずれにせよ、秋家の軍勢が大軍であったことには変わりなく、ここから秋家は京都に向けて進軍を開始します。これも太平記の記録になりますが、秋家の軍は徹底的な略奪を行いながら行軍し、秋家軍が通った後には人家どころか草木も残らなかったと書かれています。文字通り草も生えない。これは秋家軍の物資が絶対的に不足していたという事情があったようですね。まあ、あれだけの大軍で進軍するには物資が大量に必要だものね。年が明け、1338年に入ると、秋家は鎌倉を出発し、10日後には尾張に到着します。鎌倉から尾張って大体 300km の距離よね。相変わらず進軍スピードが速いこと。一方、京都にいた高氏は、当時北陸で勢力を回復していた新田義貞への対処に苦慮しており、秋家の進軍に対応が取れていませんでした。この隙を秋家が見逃すはずがなく、1338年1月20日には美濃に到達。京都まであと少しね。しかし、ここで秋家に邪魔が入ります。鎌倉を脱出していた上杉則明足利勢が、秋家不在の鎌倉を奪回し、成長していく秋家を追って8万の軍勢で精神を開始していたのです。もし秋家がこのまま京都に攻め込んだら、高氏の軍と鎌倉からの軍に挟み撃ちされるわね。そこで秋家は京都に攻め入る前に、美濃まで追ってきた鎌倉からの足利軍を倒すことに決めます。そして秋家は、青野ヶ原一帯に布陣して足利方を迎え撃ち、見事撃退しました。相変わらず秋家は強いですね。なお、この時決戦の地となった青野ヶ原は後に関ヶ原と呼ばれるようになった場所です。確かこの場所って、天下分け目の関ヶ原の戦い以外に、人心の乱の時も戦場になっていたわね。詳しくは人心の乱の動画をご覧ください。さて、この青野ヶ原の戦いで追撃軍を撃退した秋家ですが、ここで彼は謎の行動に出ます。東からの足利方の軍勢を撃退した北畠秋家でしたが、さらなる選択を迫られます。というのも、青野ヶ原の敗戦の知らせを聞いた京都の足利尊氏が河野諸安や佐々木道与らに命じ、5万の軍勢を秋家の元に差し向けたからです。青野ヶ原の戦いで勝った勢いでそのまま戦えばいいんじゃないの？確かに秋家軍には勝利の勢いがありましたが、青野ヶ原の戦いで少なからず損害を被っていたようで、足利軍の新手と戦って勝てるのかどうかを意に悩んでいたようですね。その結果、秋家は謎の行動を取ります。彼は京都にも進軍せず、北陸にいる新田義貞と合流もせず、伊勢、伊賀を経て後醍醐天皇のいる吉野に向かったのです。京都に進軍しないのは青野ヶ原の戦いで被害を被っていて、戦える状況じゃなかったかもしれないというのは理解できるけど、だったら味方である義貞に合流するべきよね。秋家が義貞と合流しなかった理由には諸説あり、はっきりとわかっていません。太平記には、秋家が義貞と合流しなかったのは、秋家が義貞に手柄を取られてしまうことを嫌がったからだと書かれています。しかし、秋家は自分の好き嫌いで進軍の段取りを変えるような人物ではなく、さらに秋家は義貞よりも感触が高いことから、手柄を取られるなどそもそも考えるはずがないとして、明らかに誤りであると指摘している人もいます。他にも秋家に同行していた北条時行が、父の敵である義貞との共闘を拒んだ。むしろ合流を拒んだのは義貞の方で、義貞と北畠親子の間に何らかの確執があり、両者は不信関係にあったのではないかといった推測もあります。理由はわからないけど、秋家には義貞と合流できない何かしらの事情があったということね。何はともあれ、勢いに乗る秋家との戦いを覚悟していた足利軍は、秋家が直接対決を避けたことで勢いづき、ここから戦局が変わります。窮地を脱し、士気を回復させた足利方は、
黒地川に布陣させていた河野諸直率いる軍勢を南下させ、北畠顕家を追わせます。顕家は1338年2月21日に大和を占領しますが、一週間後、諸直率いる足利軍に般若坂の戦いで敗戦。このままだと範義親王の安全を確保できないと判断したか、顕家は彼を密かに吉野に送り、自身は河内に退きます。ここで戦力を立て直し、京都を目指して再度北上を始めた顕家は、天王寺の戦いで勝利、じわじわと高氏を追い詰めていきます。今度こそ顕家は京都を落とせるのかしら？しかし、ここで再び諸直が立ちはだかります。顕家は阿倍野で諸直の軍に敗れ、泉に撤退します。諸直は顕家にとって天敵ね。一方勝利した諸直は、顕家を討つべく南へ追撃します。そして1338年5月22日、両軍は境の裏で激突。顕家軍は前線したものの連戦の疲労に加えて、北朝方についた瀬戸内海水軍の支援攻撃を受けて、苦境に立たされます。その上予定していた味方の援軍到着の遅れも相まって、この戦いでは劣勢に回り全軍は回走。その後、顕家は共回り200騎と共に石津で北朝方に包囲されます。もはやこれまでね、残り少ない顕家軍は決死の戦いを挑み、なおも奮戦しましたが、顕家は落馬し、ついに討ち取られてしまいました。享年21。あまりにも短い生涯だったわね。なお、顕家が討たれた石津の戦いの一週間前、彼は吉野の後醍醐天皇に上奏文を提出していました。北畠顕家上奏文として後世に伝わっているこの文書は、後醍醐天皇に対して顕家の政治的な意見を記したものでした。この文書において、顕家は建武の申請が失敗した原因を鋭く論じており、現在、七条と本文の後に格罰文が残っています。顕家はどういった意見を残したのかしら？簡単に言うと、次の通りです。中央集権をやめて地方分権制にするべき。税を軽くすべき。官位は才能と徳がある者に与えるべき。朝廷に恩のある者は奉公するべき。贅沢を禁じるべき。法令は厳しく運用するべき。政治に口出しする貴族等は避けるべき。これって政治の基本的な部分に対する指摘もあるわよね。そんなことも建武の申請ではできていなかったってことなのね。そしてこの文書は、この意見が聞き入れられない場合、自分は天皇の元を去るという顕家の悲壮な覚悟で結ばれています。若干21歳の青年顕家の現状に対する強い危機感、憤りが感じられるわね。ただし、この顕家の批判は、後醍醐天皇の改革の効果がすぐに目に見えない同時大臣の視点である点に注意すべきと、官能の上覧の作者として知られる歴史学者、亀田利和先生は指摘しています。さらに亀田先生曰く、後世から客観的に見れば、後醍醐天皇の改革はその場で取れる最善手の一つではあったし、また歴史的意義としては、後進の室町幕府につながるものとして高く評価できると言っています。顕家の批判を無条件に受け入れるべきではないということね。ええ。歴史上の出来事はどこで切り取るかによって評価は変わるものです。例えば日本が世界の列強に肩を並べた日露戦争の勝利も、最終的には太平洋戦争の敗戦につながったと言えます。こういったところが歴史の面白さであって同時に難しさだよね。といったところで今回は終わりとしましょう。今後もこのチャンネルでは日本の戦いをテーマに動画を投稿していきます。応援よろしくお願いします。チャンネル登録や動画の高評価コメントいただけますとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。